大浜公園は、大阪府堺市堺区大浜北町にある公園。大浜公園は1879年、当時の堺県が幕末期の放題跡を中心に、近代公園を開設したことに始まる。その後、放題跡地には、坂田三吉と関根金次郎が、将棋の対局を行ったことで知られる、一力郎を、はじめ、丸三郎、丸万郎、川薫郎、 八角一万、カオルカイロウ、アシカイロといった長簿を売り物とする和風、洋風の観光料理旅館が相次いで開業。堺はもとより大阪市内からも身近な交楽地として人気を集めた。1903年には第五海内国環業博覧会の第二会場に選定され、巨大水槽を呼び物とする堺水族館が開設された。水族館は、 博覧会終了後に、堺市営となり、東洋一の水族館とも称され、陸の竜宮城と言われた。1913年に海水を利用した大浜潮湯が開業。浴場の他に、食堂、劇場、遊戯場なども完備した、現在の健康ランドに近い施設であった。潮湯からは、回廊と称する農業桟橋が海に突き出していた。1923年には、 塩湯の余興として、大浜少女歌劇が創設され、人気を博すが、1934年の室戸台風で、大浜公園が壊滅したため同年に解散。短命に終わった。大浜塩湯は戦前、美少園温泉、玄河橋温泉と共に、大阪三大温泉と称された。大浜塩湯の建物は現在、河内長野市の天見温泉、南天園に移築されている。 鎌倉時代からの伝統を持ち、江戸時代にあった、魚市場跡に近いことから、例年7月31日に開催していた、境大魚よる市は、戦時体制に伴い1940年限りで、閉鎖。1943年には観光料理旅館が、相次いで、閉鎖、軍事工場の寄宿舎となった。塩湯も1944年に閉場している。 戦後、海水浴場は復活したが、政治の賑わいを取り戻すことはできないまま、1958年に工場建設のため海水浴場が閉鎖され、海浜リゾート地としての大浜は幕を閉じた。現在は全国学生相撲選手権大会が開催される、相撲場や体育館、プールなどを配置した都市公園となっている。ありがとうございます。